6時になりました。11月16日火曜日6時になりました。おはようございます、寺島直政です。浜松町雲多めですが、先ほどこの空模様をお伝えしたところ時よりもですね、少しこの雲の間が広がりまして、先ほどこの紺色が見えるとお伝えしたんですが、今は黒っぽいちょっとこの薄めのあんず色、この色が見え始めてますね。 12.9 度の浜松町です。今日の関東地方、雲の間から時折日が差す見込み、ですからあんまり昨日ほどのいい天気ではないってことですね。朝のうち沿岸部中心に所々でにわか雨があるでしょう。通勤の際、折りたたみの傘あった方が安心のようです。最高気温は東京都心と横浜、埼玉で19度、千葉18度の予想です。今日もこの時期としてはやや高め、明日は朝晩雲多めですが、日中広い範囲で晴れる見込みです。東京地方、今日は曇り時々晴れ、降水確率午前 30%、 午後以降 10%、 明日は晴れ時々曇りでしょう。現在雷注意報が千葉県に、霜注意報が茨城県に出ています。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。田中さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、先ほどご時代はですね、コロンビアとつないで、コーヒーのこの生産をされている、ね、はい、方とお話を聞きさせていただく。結構コーヒーお好きですよね、田中さんね。そうですね、しょっちゅう飲んでて、まあコーヒー中毒の手前みたいな感じですかね。そうですか。なんでこうなっちゃったのかなと、自分でも呆れてるんですけど。田中さん、コーヒー、このコーヒーうまいなっていうのはどんなコーヒーなんですか？いや、僕はね、あまりこうエリコノミがないって言いますか、はい、何でも飲んじゃって、やっぱカフェインが好きなのかなって。某社のミンミンタワーあれ結構よく飲んでるんですよ。眠気をなんとかもう払拭しようと、そうそうそう、はい、激激ダーハーとか、ちょっとブランド名は忘れちゃいましたけど、そんな感じのやつもんです、ね。そうですか。だからカフェイン中毒に近いのかな。やばいな。ってことはコーヒーを濃い方が好きなんですね。薄い。そうなんですよ。だからね、たまにこう胸焼けとかね、起こしちゃった時もありますね。逆に濃すぎて、だから家族からね、目って叱られるんですよね。目とか優しくそんな優しい家族なんで。違う、ぼしそんな優しい家族でしたかって。どういう意味ですか。いやなんかもうちょっと、あなた健康のために何とかしてみたいに。そのくらいでしょ。寺島さんの脳みその中では、田中家はだから修羅場ですから。そうじゃない。放送終わって家帰ってくると1分で死亡みたいな。いやいや、お言葉ですが、目っていうのは優しいでしょう。目とかいうこういう叱り方っていうのはなんか、いや、じゃあ何ですか。うちの嫁さん、怒りながら僕にヘッドロック。いや、だからそこまでこのハゲっつって言ってないじゃないですか。そんなことはね、そう誰か議員でいましたけどね、そういうフレーズ使って苦しい目にあった方もいらっしゃいましたけど、中央線の駅名にもあったような感じがするんですけど、さすがね、どの家も修羅場を抱えていると思いますが、そうですね、少なくとも我が家で目はないなって。ないんですか？ないですよ。寝てる時にほら、しっぺ目っつって、そんなブチッとか言ってままごとみたいな。言葉では目って言いながら、目いっぱい寝ている僕から髪の毛むしるみたいな。それは怖いです。さあ、それではニュースに参ります。理化学研究所と富士通はですね、共同開発したスーパーコンピューター富岳が計算速度の世界ランキングトップ500で1位を獲得し、4連覇を達成したと発表しました。ランクは国際会議でおよそ半年ごとに発表されます。去年6月、11月、今年6月に続いて首位をキープしました。トップ500はですね、高速計算が安定して実行できる
総合的な性能を示す指標、計算速度は1秒間に 44K2010 兆回で、2位のアメリカのスパコンにおよそ3倍の性能差をつけたといいます。まあ、この他コンピューターでシミュレーションする際のこの処理性能をですね、主に測る指標、AI 人工知能の開発でよく使う計算の指標、こういったものなどでもトップの座を譲らず4期連続の4冠を達成したといいます。幅広い用途で成果を出せる富岳の総合力の強さ、まあ、これが示されたということになりましたけれども、これは田中さん素晴らしいことですね。すごいですね、もうスーパーコンピューター界のね、はい、アイドル、トップアイドルですね。お、だって4連覇、4冠か、4連覇、ね、はい、すごいことですよね。しかも結構汎用性が高そうですよね。そうですね、で富岳はすでにですね、新型コロナウイルスの感染対策、あと治療薬の研究で成果を上げているほか、津波、あとゲリラ豪雨の予測など防災に貢献する研究も進んでいます。理化学研究所のセンター長はこうコメントしています。さまざまな分野についてその高い性能により現実社会に役立つ成果を上げてきた。今回改めて富岳の広い分野における世界的な先進性が示された。世界的な評価が高いこの富岳ですが、まあ、スパコンといえばですね、かつて2位じゃダメなんですかというこういう問いかけもありましたね。ありましたね、もうそれがね今や1位ね、はい、もうざまみろって、4連覇、もう、そういえば2位どころか、はい、世論調査でなんか野党の中で、はい、あ、そうか、野党の中で2位になっちゃいましたね、そういえば。あ、そうですか、支持率調査、あ、維新が1位で、ね、その2位じゃダメなんですかの方をですね、要する、立憲民主党はなんと2位です、はい、あ、そうですか、野党の中で、やっぱね、はい、2位じゃダメなんですか、いや立憲民主党ね、もうまさに来ましたね、はい、2位になった、2位になったと、いいんじゃないですか、いやいやいや、そこで肯定するいいんじゃないですかって、ね、ご自身が言ってるんですから、ダメなんですか、いいんじゃないですか、まあね、なっちゃいましたか、あ、そうなんですね、はい。時刻6時11分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。ニュースピックアップ、こちら。日経新聞、経済回復、米欧に出遅れ。7月から9月期の GDP 実質国内総生産、前期から年率 3.0% 減り、プラス成長が続くアメリカ、ヨーロッパとの差が鮮明と出ています。ワクチンの普及に手間取った影響で個人消費の持ち直しが鈍いと見られています。10月から12月期は反動もあって高成長を見込みますが、 GDP がコロナ前の水準に戻るのは2022年以降になる公算が大きいようです。同じ7月から9月期の成長率、ユーロ圏が 9.1%、 アメリカが 2.0% でした。ワクチン接種証明の活用などでサービス業を含む経済の正常化が進んだ結果と見ています。 GDP の実額もアメリカは4月から6月期にすでにコロナ前の水準を回復し、ユーロ圏は7月から9月期に 99.5% まで戻りました。日本は夏にかけてようやく接種が進み出した段階で内需のこの柱の個人消費が停滞しました。 GDP はコロナ前の 97.8% にとどまって、この年内の回復は厳しいとしています。緊急事態宣言の解除もあって経済が上向きつつあるようなんですが、田中さん、これ来期以降含めてこれどうご覧になってますか？そうですね、新聞の報道 、はい、などではですね、この GDP の速報、まあ、年率に換算してマイナス 3.0% ですか、はい、ただしですね、こう統計をしっかり見てるとですね、もっと、事態は悪いですね。もっと悪い、はい、実はですね、この GDP 速報、注意が必要で、民間のですね在庫変動、はい、つまり何て言いますかね、景気が悪くなってしまうと、民間の企業が在庫を多く買い持つというところがですね、プラス
スになってるんですね。在庫が増えるとプラスになっちゃうんですよ、はい、だから、はい、成長率をかさ上げしちゃうんですよね、実態よりも、でその部分を控除してみるとだいたい年率マイナス 4% ぐらいなんですよ。そうそう、さらに悪くなるんですね、はい、でそれがおそらく、日本の、まあ、9月までのですね実態に近いと、で、おそらく政府や、まあ、民間のエコノミスト、かなりですね、はい、予想大きくですね裏切られた結果になっているんですが、はい、政府は相変わらず、まあ、楽観的な姿勢を一部維持してますね、おそらく、まあ、消費がですね10月以降、はい、まあ、緊急事態宣言明けということで上向くということで、まあ、楽観的なですねムードもあるんですが、はい、まあ、やはりこの補正予算、を含めてですね、政府が、はい、政府と日銀が一体となった経済対策を強く進めないと、これほっとくだけではですねやはりこの日本経済まあ、もちろんですね2021年中に、はい、その2019年の10月から12月ぐらいの日本経済に戻るか戻れますよと今まで言ったんですね、はい、そのシナリオが昨日の速報で崩れたと、いうことなんですが、そもそも2019年の10月から12月って、はい、消費増税で落ち込んでるじゃないですか、しかももっと冷静に言うと、はい、その消費増税の前から日本経済は米中貿易戦争で下がっていた、下がってきてました、景気後退局面で、はい、消費増税やったんですよ、はい、でそこでガクンと来ちゃったところにコロナ禍ですから、いわば、三重苦の経済だったんですよね、だから10月から12月2019年のそこに戻ったからといって、はい、何にも嬉しいことはないですよ ね、 すね、比べるのは違う時期ですね、そうですそうです、本来だったら、そうなるとですねかなりこれは政府と日銀が、強くですね経済対策をやらないと、はい、まあ何て言いますかね、景気が、まあ、上がっていくような、はい、状況の、まあ、ノーマルな状態には戻らないということになります、そうなるとですね、これ、まあ、今のこの補正予算どのぐらいに出るのか、はい、まあ、早ければ今週中にまあ、全貌が明らかになっていきますが、はい、まあ、自民党の中ではですね真水30兆とか言われていますけれども、はい、もうもはやそれはですね最低レベルでさえもないですね、あ、もう違いますか、はい、この段階でいくとですねおそらく最低レベルでは真水40兆円ぐらいが必要であるというふうなのが私の簡単な試算です、でそれがもし達成できないとなるとかなりですね、はい、今年、まあ、終わりからですね、はい、来年の前半にかけて日本経済はかなりですね、まあ、苦境に陥るということが、はい、まあ、避けられない状況かなというふうに思います、まあ、企業側にね政府は賃金をなるべく上げてくれとかね、はい、まあ、そういうことは言ってます、でも今消費も低迷して、まあ、今回の数字でも出てきてますけれども GDP のまあ5割6割を占めると言われているこの個人消費ですから、はい、ここ上げるためにじゃあどうすやっぱり真水ですね。そうですね。その真水の中もですね、なんて言いますかね、コロナ禍で傷んだ部門をこう、回復リカバリーしたり、はい、なおかつ、またこれからですね、また緊急事態宣言がまた再発令される可能性だってあるかもしれないじゃないですか。そうです、 100% ないとは言い切れませんからね。そのためにはやはりですね医療支援体制をもう分厚くしなきゃいけないですね、はい、でこれにはやはり厚労省政府、それがですねもう強権を発動してバシバシやんなきゃいけないんですが、はい、何かその危機感が足りないような気もします、ここにかなりですねこれからの日本経済の行方が大きくかかってますね、はい、医療支援体制が不十分だったために、はい、欧米ではですねワクチン接種が進んで先ほどご説明があったように、経済をこう再起動させてるんです、はい、で確かに感染者数はすごい増えてるんですが医療支援体制がしっかりしてますから、重症者や死者がかなり低く抑えられてますね。比較的そうですね。その典型は、まあ、スウェーデンですよね。スウェーデンは、まあ、どちらかというと日本とは真逆に、まあ、感染と経済体制、コロナとも完全に共存しているような体制ですよね、で統計を見てももうほとんどですね死者はかなり低レベルに抑えているというようなことですから、はい、まあ、重症化となるべくお亡くなりになる方をですね、できるだけ少なくするような形で医療を維持していくと、これがこれからの日本経済にとってもう死活問題です、でそこにですね、どのくらい岸田政権がこうパワーを割いているか、はい、まあ、いろんなですね計画見てますけど、まあ、実際のところね、本当に不安ですね、はい、まあ、企業だって現実考えるとまず現状
材料費が上がってきてますよね、はい、それとあと部品供給の遅れもある、はい、それに人手不足っていうのも今来てますよ ね、 そうですね、企業によってはね。でそこでですね、COP26 のように、はい、日本はですねやっぱ化石燃料特に石炭にかなり依存してるますが、はい、もう石炭狙い撃ちですよね、うん、あれインドの反対がなかったら、はい、やばかったですよ本当に、はい、危うく石炭燃料全廃みたいな動きがありましたけど、それまで廃止でしたからね、文言としてはそれを、まあ、インドなどがですね、はい、反対して、はい、削減努力目標的な、ね、ものに変えてくれたんで、はい、あれがないとこれね、うん、この冬場、はい、ただですね天然ガスのこの輸入がかなりもう絞られてきててですね、はい、日本のこの、電源不足っていうものがですね、はい、深刻化する中でこのまたコロナの問題が未解決のままだとですね、日本経済不安材料だらけですよ、はい、時刻6時19分です。時刻6時30分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授田中秀富さんです。気候変動について協議する国連の COP26、 世界の気温上昇を産業革命前からですね 1.5 度以内に抑えるための努力を追求するとした成果文書を採択して閉幕しました。温暖化対策の国際ルールパリ協定で掲げた努力目標を各国が目指す世界目標としてより強く位置づけることになりまして、この10年間で対策の加速が求められます。世界の上昇この気温の上昇を産業革命前から 1.5 度以内に抑えるための努力を追求する、まあ、こういうふうにしたわけなんですけれども、これ田中さんどう受け止めていらっしゃいますか。いやーね、去年のような新型コロナで、世界経済がですね、はい、かなり数ヶ月にわたって事実上ストップしたような状況にもかかわらず、CO2 の排出量はかなり増加してましたから、はい、そういった中でこのね 1.5 度以内に抑えるための努力、どれくらい実行力があるんですかね、どれくらい経済をに大きな負荷を与えるのか、はい、これは本当ね、まあ正直言って正気なのかなっていう気もしますよ ね、 確かに今田中さんおっしゃったみたいに企業とか産業のこの活動が小さくなった、はい、あの時期ですら CO2 がってことですもんね、過去最高レベルに大きかったわけですから、まあグレタ、ね、大先生とは違った意味で、はい、ブラ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 って感じで今一個ブラ多かったんじゃないですか。あ、そうですか。いや何か他のブラついちゃったかなみたいなね。そんなひどいことを。いやひどくないですよ。まあでも一方ですね、この石炭火力のこちらなんですよ注目はね、はい、もちろん 1.5 度の方も注目ですけども、議長国のイギリスが成果文書の草案で段階的な廃止と記入していましたが、インドなどがこの採択直前に反発したため段階的な削減、まあ、こういうふうに結果的には表現が弱められました、まあ、EU やスイスなどはですねこれについて失望という、まあ、表明をしましたけれども、この石炭火力の扱い、これは田中さんいかがですか。本当ね、石炭火力に依存している国ってめちゃめちゃ多いわけじゃないですか、はい、ね、で EU はスイスはですね、はい、まあ、言ってみればこう、意識高い系の国でね、はい、もう十分そういったところから離脱してるから言いたい放題ですけど、やっぱ私はですねインド、はい、よく止めたなと、はい、思いますね、でそうしないとですね日本だってこれ石炭、の発電にかなりですね、はい、依存してますから、はい、でさらに技術的にもね、そういった、石炭資源なんかに依存している国々に、はい、効率的な石炭のですね、はい、発電システムをこう輸出しているわけですから、そういったところをですね、まあ、評価しないと、これ世界経済回らないですよね。そうですね。経済をストップしたらですね、やっぱ一番弱いところに負荷がいきますから、当然、まあ、インドは新興国ですけれども、はい、それは国内にね、さまざまな、まだ低所得者層の方々を抱えていたり、はい、あるいはこう、ね、南米であるとか、アジアの国々、そしてアフリカの多くの国々はですね、やはりこの石炭火力をですね、はい、これ廃止されてしまったらこれもうね、国が回っていかないですからね。これですからね、いろいろ調べてみると例えばフランスです、はい、まあ、EU ですよね、原発7割なんですよ。
だから電源、そうなん、まあ、だから石炭はもう、まあ、ぶっちゃけ言って卑怯者ですよ、はっきり言って関係ないよってこと、イギリスだって石炭火力が 5% ぐらいですから ね、だから向こうにとっては何痛くも痒くもないで、こちら、まあ、こちらというか日本も 31%、はい、あとアメリカだ、あの中国だ、インドもそうですし、あの新興国はね結構石炭火力に頼ってますんで、そこのギャップをじゃあどうするんだってことなんですよ ね、 そ う、 ですね、まあそういった、ね、弱いところにこう、はい、なんていうか圧力をかけつつも、ね、例えば CO2 の排出量大体、まあ、だ4分の1近くは中国ですよね、はい、で次にアメリカ、EU、はい、インド、ここだけで大体 50% 超ですよ、はい、で、他の国に、まあ、言ってみれば力の弱い、発言力が弱いところにこういじめですよね、これ、うん、もうだから合理的なものっていうよりも完全に政治的なものですよね。はい、また後ほどお話伺います。時刻6時40分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授、田中秀臣さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。厚労省は昨日、新型コロナウイルスワクチンの3回目の追加接種について対象者や接種期間などの基本方針決めました。追加接種は12月1日から始めます。対象者は18歳以上の希望者全員で、2回目までの接種と違うワクチンを接種する交互接種を認めました。追加接種は2回目の接種から8ヶ月以上空けることを原則とし、状況によって6ヶ月間隔での接種も可能としました。交互接種はですね、複数回のこの接種が必要な新型コロナウイルスワクチンで、異なるメーカーのワクチンを使う接種方法のことです。で、国は原則として同じ同一のワクチンを続けて接種することを求めていますが、有効性や安全性の観点から一部の接種でワクチンの変更を認めています。追加接種するワクチンは欧米の動向などを踏まえ、遺伝物質メッセンジャー RNA を使ったワクチンとしました。交互接種については、海外の臨床試験などから効果や副反応に問題はないと判断しました。国内で該当するワクチンはアメリカファイザー製のこの追加接種が特例承認され、アメリカモデルナ製は審査中となっています。で、接種間隔、2回目の接種後おおむね8ヶ月以上としました。まあ、ただ2回接種後半年程度で感染予防効果が半減するなどのデータもあることから、流行状況などから市町村が必要と判断すれば短縮も認めています。で、ご時代に出演されているですね、このドイツ在住の医師村中理子さんは、このメッセンジャー RNA ワクチンとアストラゼネカ製などのベクターワクチンを組み合わせると効果がより期待できるという、まあ、こういう研究結果が出ているとも言っていたんですけれども、まあ、組み合わせるワクチンの選択肢、まあ、これがあった方がいいのかどうかというところ、田中さん、このあたりはどうですか？いや、それはもう専門家じゃないんで、はい、よくわからないんですけど、まあね、政府側が方針を決めてくんないと、はいはい、まあ、我々ね、本当素人なんで、よくわからないですから ね、 そうですね、やっぱ強いメッセージをね、はい、この3回目接種についても出してほしいとは思いますけど、はい、まあ、ワクチン接種だけではなくて、やはりですね、この医療支援体制全体、はい、まあ、重症者、を受け入れる体制であるとか、あと軽症者についてもですね、きちんとこう国民とこのコミュニケーションを取ってですね、医療の体制をしっかりしてるんだということをですね、はい、言葉だけではなくて実態も含めて、まあ、整えてほしいなと、はい、まあ、そこに全てかかってるんじゃないかなと思いますね。そうですね、で今回、まあ、これあくまでもこのこういう風かなという意気は出ないんですけれども、ちょっとバタつきが見え始めているのが、先ほどもお伝えした通りですね、これ今まではこの2回目の接種からこの3回目接種は8ヶ月間隔を空けるというふうに言っていたんですけれども、この各国のデータからですね、半年でこの効果が半分になっちゃうぞというようなデータも出てきていることから、
まあ政府としてみれば、厚労省ですね、厚労省からしてみると8ヶ月でなくても6ヶ月間隔での接種も、地方自治体によってできるところはしてくださいねって言ったんですが、これ受ける側からしてみると、例えば特にこのご高齢の方とか、基礎疾患をお持ちの方なんかは、半年で効果なくなっちゃうんだったら早く打ちたいな、でもうちの自治体、ちょっと8ヶ月でもう進めちゃってるから6ヶ月の間隔では無理みたいだっていうところで、何かこう文句が出てくる可能性もありますよね。そうですよね、こういったですね、やはりこの情報が、いろんなところからですね、特に、海外から入ってきてですね、日本はどうなんだということになってしまうと、やはりこのね、不安も増しますから、やはりこれ政府側がもうですね、規制を制する形でどんどんこのね、この情報を信じてくださいみたいなことをですね、言わなきゃいけないんですが、なんか岸田政権になってからのあれだけですね、選挙中はこう岸田、総理、家でなんかくつろぐとかですね、そういった動画でコミュニケーションを取るような雰囲気はしてましたが、それはもうどうでもいいんで、こういうですね、コロナ関係の情報こそですね、強化して、どんどん政府側から発信してほしいなと思いますよ。そうですね、ですから3回目の接種も本当スムーズに進むといいですけどもね。そうですね。さあ、それではここからはですね、田中さんにこのテーマで話を聞きます。7月から9月の実質 GDP がマイナス 3%、 個人消費が不振。内閣府が発表した今年7月から9月期の実質 GDP の速報値、年率換算でマイナス 3.0% でした。マイナス成長は2四半期ぶりです。新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言などで個人消費が落ち込み、自動車の減産で輸出も伸び悩みました。民間エコノミストの予測の中心値である年率マイナス 0.7% を、3.0% ですから大きく上回った数字が出てきたわけですが、改めて田中さん、これどう受け止めてますか？そうですね、実態的にはですね、あくまでも速報値なんですが、投資の方に予期せざる、もっと隠れたですね、隠れてはいないんですけど、マイナス要因があると、年率でマイナス 3% なんですが、これGDP 統計をですね、よく見てみると、さらに下振れしているような可能性があります。特にですね、民間の企業のですね、在庫、これがですね、かなり積み上がっていて、在庫っていうのはですね、景気がいいと、プラスにもなるし、また逆に景気が悪すぎてもプラスになっちゃうんですね。つまり今回のように意図しないような形でですね、消費や投資がガクッと下がってると、これは意図しないこう在庫の積み上げがあると、つまり売れないからですね、でそれが結局プラスになっちゃうんですよ、在庫ですから、で、見かけ成長率にプラス貢献しちゃうんですね、で、その部分を控除してみると、意外や意外マイナス 3% じゃなくてマイナス 4% ぐらいに落ち込んでいると。さらにこの落ち込みが深刻だっていうことがですね、実感レベルに近いかなというふうに思いますね。で、その GDP の半分以上を占める個人消費です。前の時期に比べて 1.1% 減です。自動車の販売減が響いたほか、パソコン需要が一服するなど家電も落ち込んで、耐久財は 13.1% 減となりました。衣服などの反耐久財も 5.0% の減。この個人消費についてはどうですか、田中さん。そうですね、この数字だけ見るとすごく悪いですよね。ただ慎重に言えば、この9月まで の、数字で、当然ですね、その後緊急事態宣言が、全国全面的に解除されて、で消費がですね、足元のデータを見ると、例えば主要百貨店のデータはですね、先ほど衣服、これはですね、このコロナになってから一貫してですね、落ち込んでたんですが、それがプラスに反転してますね。だいい材料も足元では見え始めていると。つまりようやくですね、なんて言いますかね、遠出をするためにこう、新しい服買おうかとかですね、そういった需要も出てくると、いうこともあるんですが、全体的にですね、それを後押しするような、こう、政策的な
まあ、お金のですね、投入が不足してるかなと、はい、特に去年に比べて決定的にないのは何かっていうと GoTo キャンペーン関係ですよね。はい、そうですね。これ今まで政府のこの方針を見ているとですね、金額を補助金をですね下げて、で、さらにこの時期もですね来年ですよね。はい、そうですね。早くて1月半ばとか言われてます ね。要するに去年あの GoTo キャンペーン、特に GoTo トラベルでこの感染拡大に寄与してしまったんじゃないかという批判がマスコミを中心に ありましたよね。まあ、で実際にはそんなことはないんですけれども、やはりそこで慎重になってしまったと、はい、あまりこの補助金の額を大きくしてですね、みんながバンバン旅行してしまうとですね、これは感染拡大に寄与してしまうじゃないかということで分散型にしようと、はい、で、まあ、分散型はいいんですけど、平日もね、旅行のそうですね、平日にこうちょっとね、そうですね、手厚くところが全体 の、 補助金を下げて分散化しちゃうんですよね、はい、ダメですね。補助金の額はそのまんまにして、はい、平日にも手厚く、はい、補助金やればいいだけじゃないですか。でさらにやっぱね、旅行関係の団体は年内にやってほしいというところを来年ですからね。そうですね。もうこれは、そういったね、変にしょぼい。はい。岸田総理はですね、例の緊縮派の代表にもすでになってしまった矢野 財務省の事務次官とですね、はい、かなり親密に打ち合わせしてるらしいんですが、はい、その結果出てきているものが、なんとなくしょぼいんですよ、はい、でそんなしょぼいような感じでやってしまったらですね、日本経済本当ね、政府がとどめさせちゃいますよね、そんなことにならないようにしなきゃいけないと思いますね、はいはい、で、10月以降緊急事態宣言が解除されて人出が戻ってきていると、まあ、飲食店でもですね、時短営業の制限がなくなり、このお酒の提供が再開したため、10月から12月期は個人消費中心に持ち直す想定でプラス成長に転じる見通しです。年収960万円の所得制限設けた18歳以下への10万円相当のこの給付金、これめぐってはいろいろと意見が出ておりますけれども、この田中さん、給付金の必要性どうご覧になりますか？給付金の必要性は大いにあるですよね、はい、その、年収960万円の所得制限の18歳以下への10万円というのは、これは教育支援の給付金なので、はい、いわゆる生活支援のための給付金とやはり分けて考えなきゃいけないですね、はい、これについては、自公で合意で大体10万円を給付するということで、自民党の中でもですね、特に異論はないみたいなんですよね、ただですね、やはりこのもうこれだけですね、経済が凍ってますから、うん、やはりそれを回答するためには給付金以外に、はい、やはり消費に火をつけるような政策をしなきゃいけないですね、あくまでも、その、教育支援給付金も、その自公で合意したですね、はい、生活支援の給付金もこれはサバイバルするため の、お金です、はい、でそうじゃなくて、積極的に消費してくださいよと、はい、先ほどのですね、GoTo キャンペーンなんかまさにそれですよね、それについてはなんか額も削減して、はい、でなんかしょぼい展開になってると、ねえ、さらにマイナポイントカード、はい、これねかなり有効なですね、ポイント制を付与して、消費 に、に火をつけるという政策だったんですが、これもですね減額ですよね。だからですね、消費に火をつけないような政策がなんかしょぼくなってると、これ全部やっぱね財務省の緊縮政策ですよ、ね、矢野財務次官、はい、本当ね首切ってくださいよ、本当ね打ち合わせする必要ないですよ、あんな人はね、多分ね、4月まで我慢という展開ですか、そうですか、はい、ニュース最前線でした。ダバダテラダバダテテラダバダテラダバダテラテラ文化放送おはようテラチュン。時刻6時54分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授田中秀富さんです。こういうニュースがあります。埼玉県久喜市のグラウンドにあった高校野球のユニフォームやアンダーシャツなどが入ったバッグを置き引きしたとして、東京中野区に住む会社員の男52歳が窃盗容疑で再逮捕されました。
男は2018年の9月の夕方、運動用グラウンド出入り口の前にあった県内の高校野球部員のユニフォーム1着やアンダーシャツなどのほか、現金およそ7000円が入ったエナメル製のバッグを盗んだ疑いです。調べに対して男は公然わいせつの犯行に使いたくてユニフォームが欲しかったと供述していると言います。これなんだと思いますよね。これね、男は今年9月野球のユニフォームのようなものを着て男子高校生2人に向けて下半身を露出したとして逮捕されています。これどういう性的指向なんですかね。僕に聞かれてもわかんないんですけど正直言って、不思議な人ですよね。そうです、野球のユニフォームのようなものを着てポロリですか。野球のユニフォームのようなものを着てですから、厳密には違うのかもしれませんね。違うんですか。で本物を手に入れたくて、今回の犯行に及んだんでしょうかね。で男の自宅などからはですね、野球のユニフォームなど運動着およそ20点が見つかったといいます。何、下半身を露出した際、懐中電灯のようなもので照らし見せつけたと見られますが、何ですかこの演出。この人ね、もう52歳、52歳の男ですよ。まあ、どういった人生を歩んできて、こうなってしまったのか。はい、どこライトアップしてんだってね、そこにはバットはないぞと。いや、そっちですか。そういうことでしょ。いや、そっち、俺は強打者だよって言いたいんですかね。何なんですかね。もうなんかよくわかんないですけど、バット、違ったところに使いよお前は。そうですね。さてこんなニュースもあります。 SNS で知り合った女子中学生を誘い出し自宅に連れ込んでわいせつな行為をしたとして23歳の男が逮捕されました。横浜市に住む天野トム容疑者、今年8月 SNS で知り合った都内に住む中学2年生の女子生徒に、早く会いたい、横浜に来ないかなどとメッセージを送って誘い出し自宅に連れ込んでわいせつな行為をした疑いが持たれています。調べに対し、自分の性欲を満たすためだった、年齢を聞いた時にやばいと思ったが性行為したい気持ちが優先したなどと容疑を認めているということです。これはこれで許せませんね。ねえ、許せないよ。で驚くことにネットでは天野容疑者の顔画像がイケメンと話題になっていて、容疑者のツイッターのフォロワー数が増えているという、こんな現象もあるってことですね。いやこれはちょっとね、皆さんもね、フォローしてる人たちもね、反省した方がいいんじゃないですか。いやこれこんなね、顔画像がイケメンなの、これどうとでもね、加工できますからね。はいはい、そうですよね。いやだけどその なんだ、自分の性欲を満たすためだった、でも、自分の気持ちが優先しただとかね、もう、すごい手前勝手ですよね。いや本当ですよね。こんな人をね、やっぱね、なんて言いますかね、イケメンだとかなんか言ってね、はい、持ち上げちゃダメですよ。本当そうですね、これね、そしてこんな偶然も起きています。2018年に強盗殺人事件を起こして無期懲役を言い渡された被告とこの、天野トムというこの名前がですね、同姓同名だったということなんですね。天野トム、天野は普通の天に野原の野なんですが、銃の夢と書くんです。天野トム、いやまあでもね、他にもね、普通にちゃんと生活していらっしゃる方で同姓同名の方がいたとしたら、これ大迷惑ですよね。大迷惑ですよね。私もですね、田中秀臣って言うんですけど、たまにですね、西城秀樹さんと間違えられるんですね。どうしてかというと、秀の字だけ共通してるんで。ちょっと待ってください、秀の字いや本当なんですよ。西城秀樹とどうやったら間違えるんですか。わかんないですけど。そうなんですか。秀臣感激みたいな、いや本当なんです。そうなんです。そういうことがあってですね、もうな大変ですから。いやその受け止め方に理解がちょっと苦しいんですけど、いやいや、ね、本当ですよ。あそうですか。だからね、これね、同姓同名の方も2人いるってことはですね、まだいらっしゃる可能性があるんで、かもしれない。これシャレ聞かないですからね。本当そうですね。はい、まもなく7時です。ひ
1時になりました。文化放送おはよう、テラちゃん。11月16日火曜日7時になりました。おはようございます。寺島直政です。朝日が出てきてますが、そんなに強い朝日では現時点ありません。浜松町 13.4 度です。ラジオ機のあなたの周りいかがでしょう。今日の関東、雲の間から時折日が差す見込みです。ただ朝のうち沿岸部中心にところどころにわか雨があるでしょう。最高気温は東京都心と横浜、埼玉で19度、千葉18度の予想です。今日もこの時期としてはやや高めでしょう。明日は朝晩雲多めですが、日中広い範囲で晴れる見込みです。東京地方今日は曇り時々晴れ、降水確率午前 30%、 午後以降 10%、 明日は晴れ時々曇りでしょう。現在霜注意報が茨城県に、雷注意報が千葉県に出ています。今朝のコメンテーター、経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。秋篠宮ご夫妻の長女小室眞子さんと夫の圭さんが、日本時間14日の深夜、アメリカニューヨークのジョン・ F ・ケネディ空港に到着しました。2人は小室さんの勤務先があるニューヨークで新しい生活を送ります。2人は入国に伴う審査などを終えますと、一般の乗客とは違うルートを通ってロビーに姿を見せました。この際、報道陣から新生活に向けた抱負について聞かれましたが、それに対して一切答えることはなく、会釈をしながら建物を後にしました。この渡米については海外の主要メディアも一斉に報じています。イギリス紙は、日本の元プリンセスが一般人の夫との結婚を受け入れることができなかった国を去る、こういう見出しを掲げ、元プリンセスの眞子はロマンスに対する公の監視との長い戦いの末ニューヨークへ出発したと掲載しています。こういうふうにこの、イギリスのですね、イギリス紙では報じられているということなんですが、田中さん、この報じられ方はどうでしょう。日本のね、このマスコミのとか世論の、注目度を、海外から見るとこういった風になるのかなっていう、イギリスも皇室ありますからね、感じはしますね。当分ね、小室、夫妻のこのね、話題っていうのは続くのかなっていうふうに思いますけど、僕自身はね、なかなかこの話題ね、毎回こう苦手としているんですよね。普段あまりこうなんていうか関心 の、度合いが低いんで、でアメリカのニューヨークポスト紙はですね、 K さんがまだ弁護士試験に合格しておらず、日本のメディアから批判されていること、2人がマンハッタンのワンベッドルームのアパートに暮らすと見られることなどを報じています。 K さんはですね、来年2月に弁護士試験再挑戦すると見られていますが、こうした環境、勉強に身が入るのかっていうね、お仕事もするわけでしょ。そうですね、かなり大変ですよね。調べたところによるとね、やっぱこの2度目の試験で、万が一落ちてしまうと、かなりこう向こうで この弁護士としてもですね、活動って言いますかね、たとえその後にまた3回目でね、受かったとしても、かなりなこう困難に突き当たるとかいうふうなことを読んだりしましたよね。一般的にはね、頑張ってくださいと、しか言うことはないんですけど、Kさんの立場に立てばもうここはやるしかないと。そうですよね、悲壮感も漂うくらいの気持ちでいるのかななんて思いますかね。僕も30ぐらいになって、会社辞めてですね、ブラブラした後に大学に入ったんですよ。でその時に頑張るしかないなと思ったらですね、髪の毛いっぱい抜けめちゃいましたね。本当ですか、そこ。いや本当ですよ。そこだったんですか。僕入る30ぐらいの時ね、小室圭さんぐらい髪ありましたよ。あ、そうですか。で僕のセンサーで言うとですね、スカウターで見ると、小室圭さんね、一気に行く可能性もありますから、ぜひですね、朝起きるとき、これワンベッドルームですよね。そうです。起きるときに、いきなり起きない方がいいですね。どうすればいいんですか。ゆっくり起きた方がいいですね。あ、そうなんですか。あんまりパッと起きるとですね、そのまんまですね、枕に置き去りするものがあります。
そうだ、最悪カツラみたいになってます。優しくじゃあ起きていくということなんですね。一方ですね、こんなおめでたいニュースもあります。歌手で俳優の菅田将暉さん28歳と女優の小松菜奈さん25歳がそれぞれの SNS や所属事務所を通じて結婚したことを発表しました。2人の交際がスポーツ紙で報じられたのは去年3月でした。小松さんにぞっこんだった須田さんが彼女から目を離したくないという情熱から同棲を始めたということなんですね。28歳の須田さんと25歳の小松さん、人気絶頂、若い2人の結婚です。どうでしょう。もう俺ほんとね、ショック。ショックなんですか。もう小室ご夫妻の話はですね、もう僕からするとですね、髪の毛のネタぐらいしかないんですよ。いや、どういう本当にどういうネタなんだか。この小松菜奈ちゃん、ね、私もうね、写真集まで持ってます。あ、そうですか。ファンだ。で、恋する寄生虫っていうのが今ね、公開したばっかで、それ見に行こうかなと思っていた矢先、そうです、はい、彼女はですね、映画女優なんですよ、はい、映画を中心に活動しているもう素晴らしい女優さんで、私はもうすべてのほぼすべての作品を見ています。そう、じゃあテレビはあんまり出ない。出ないです。で、ね、もう須田将暉さん、まあ、いいでしょう、ね、いいでしょ、仮面ライダーでダブルでしたね。そうですか。いいでしょうってスルーしちゃったってこと。今もう小松さんです、私にとってはですね、はい、そうですか。でもう恋する寄生虫、今ね、工業的に多分ね苦戦してる中でこのニュースですからね、で話題になるのかなと思って、昨日地元のですね、映画館のこの入りをちょっとですね調べた、調べた、はい、もう本当にやばい、変わんなかった、やばい。あ、そうですか。私がもうね、10回ぐらい見に行こうか。いや、まだ支える。素晴らしいですよ。髪なくなっちゃうぞ。いやいやいや、だから何ですかそれ、その喋り方。はい、時刻7時12分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。ニュースピックアップ、今度はこちら。産経新聞、事業収入半減で250万円、政府が検討している追加経済対策の原案が昨日判明しました。新型コロナウイルス禍に苦しむ事業者支援で1ヶ月の事業収入が基準期間の同じ月と比較し 50% を超えて減少した事業者に最大250万円、個人事業主は50万円を給付すると盛り込みました。遅れが目立つデジタル化を推進するため、デジタル人材育成に3年間で4000億円の予算を投入する政策パッケージも創設します。原案は15日の自民公明各党の会合で示しました。新型コロナの感染拡大防止、社会経済活動の再開と危機管理の徹底、新しい資本主義の起動、国民の安全安心の確保、この4本柱で各種の施策を盛り込みました。現時点で制度設計が固まっていない介護、看護、保育現場の賃上げ、まあ、こういう細かいことをですね、詰めた上で19日に3日後ですね、決定すると。新たな事業者支援は地域や業種を問わず、今年11月から来年3月のこの1ヶ月のこの事業収入が平成31年から令和3年のいずれかの同じ月に比べて 30% 以上落ち込んだ事業者が対象です。3割から5割減の場合は事業者が上限150万、個人は30万円とします。まあ、こういうこの中身が出てきたわけなんですが、田中さん、今のお聞きになっていかがでしょう。そうですね、いわゆるこの持続化給付金というのがありましたが、はい、まあ、それに比べると多少、額が大きくなっているところもあるんですよね。先ほどのその、基準期間との、はい、間ですね、その事業収入が、50% 超減少したところには最大250万、これ確か200万円ぐらいだったんで、そうでした、以前はね、持続化給付金は、まあ、そういった意味では、まあ、はい、広がっているところがあったり、あとは、まあ、業種を問わずに、はい、まあ、やるというところとかですね、はい、まあ、そのあと
企業規模、の話がちょっとねまだ見えないんですが、はい、持続化給付金はどちらかというと中小企業中心だったわけですよね。あとまあフリーの方とかですね、で大企業にとってみてはですね当たり前ですけど、まあ、中企業であってもですね、まあ、250万なんて焼け石に水みたいなところがいっぱいあったわけですよね、はい、その批判にはほとんど答えていませんよね。そうですね、200万が250万になったっていう程度ですからね。ですのでやはりこうなんて言いますね、当初例えばあの、惜しくも落選されたですね、はい、あの岸田派にいたあの山本幸三さんが言っていたように、はい、もうこの、損失分をほぼ全額あの補填せよというような力強いことをですね、はい、議員の時におっしゃっていたんですが、ま、でそれはあの岸田、さんがまだ総理になる前にね、うん、あの安倍さんと一緒にやった勉強会、僕もあの講師として話しましたけど、その時にはですねそういった政策をほとんどの人が言っていたわけなんですが、はい、実際出てきたのは持続化給付金プラスアルファぐらいで、発想がねやっぱねしょぼい、もうどうせあの、企業のですね、はい、あの損失補填をこうリカバリーするんであればですね、もうここでドカンとやって、あとはもう医療支援体制もドカンとやると、はい、でもうね、コロナと共存、はい、それを突破して、ポストコロナで、景気もどんどん やっていこうというぐらいのですね、強い姿勢をやらないとダメですよね、はい、なんか小出しにしてで、なんか当面乗り切ろうみたいなね、ことはね本当ね避けたいと、思いますね。これですからよく言われるのは海外なんかでもそのある月のその収入の8割を保証するだとかね、そうですね、金額じゃなくてそのパーセンテージで、そうしないと、ね、全然意味ないですよ ね、そうですよね。だからあの中規模の企業だってね、はい、もう大企業に匹敵するぐらいの売り上げ持ってるところざらにありますからね、はい、そこがまあ 50% 減、まあ、はっきり言ってこの 50% 減とか 30% 減、企業として存続不可能みたいな状況なんですよ、はい、そういったあの条件がね未だにあるってところもね、はい、信じられないなって気がしますね。何のために、岸田政権になったのかと、菅政権をね、はい、潰してまでも、はい、何のね、なんか本当ね早くねその、矢野財務省次官、はい、あのもう、はい、事務次官ですね、もうクビにした方がいいと思うんですよね、はい、そうしてね財務省をもう抜本的にこう変えない限り、はい、いつまでたってもこういう政策が出てくると、もう本当ね日本国民ね報われないですよ本当に、はい、なんだかんだでだって遅い感じもしてきましたよね。遅いですね。あとね、やっぱあの GoTo キャンペーンとかね、はい、来年ですよ、信じられないですね本当に。そうですね、はい、続いてはこちら、読売新聞、 GoTo イート延長案、政府は昨日近く決定する経済対策の原案を自民党の政調全体会議に示しました。飲食店支援事業 GoTo イート、イベント商店街へのこの需要喚起事業は来年の大型連休頃までを基本として実施すると明記しました。 GoTo イートの地域限定のプレミアム付き食事券は各都道府県が販売し、利用期限は12月までとなっています。東京都などは早々に利用を停止、政府は来年の大型連休頃まで期限を延長する方向で実施するかどうか各都道府県が判断するとしています。飲食店支援事業 GoTo イート、まあ、この効果ですけれども、田中さんこれはどうでしょう。そうですね、あの GoTo イート、あの GoTo トラベルもね、はい、あの非常にあの消費を促す効果あるんですが、はい、これだけ延長してしまうとですね、またあの地方自治体の中でもですね感染を恐れて、はい、あのまあ、事業規模を縮小するとかですね、そういうところが出てきますんで、もう予算はついてますから、はい、もうですねみなし消費という形で配っちゃった方がいいです、ね、はあ、配っちゃった、むしろ、はい、そうしないといつまで経ってもですね、これ予算が、まあ、全額で GoTo イート GoTo トラベルで、まあ、昨年度 の、はい、あの補正で大体ですね今2兆円近くはまだ残ってるはずなんですよ、はい、でこれが使うに使えないと、でどんどんこれがですね、あの来年だとかですね、はい、来年になってもまだ十分は始まんないとか、それはまあ地方自治体の判断に委ねられてるとかですね、もう飲食店生殺しですよ ね、 そうですね、だからもうみなし消費として配っちゃった方がいい、はい、これはもう予算があるんですから、それぐらい の、 あのつもりでやった方がいいんじゃないですか、これはこれスピードですよね、大
事なのはね、はい、で現場はまたですね、地方自治体が実施する生活困窮者の灯油購入費の補助などに対して政府が特別交付税措置、これを講じるとしました。ガソリン価格高騰の影響を受けるトラック事業者、園芸農家、漁業者などににはですね、経営安定化に向けた施策を着実に実施するとしました。地方活性化策、デジタル田園都市国家構想、この実現に向けては地域の自主的な取り組みを応援する交付金、これを創設してテレワーク、ドローン宅配の推進を図るとしています。まあ、その他の経済対策ですけれども、これどうでしょうか。そうですね、ガソリンの価格高騰に、はい、対するですね、この補助金政策っていうのは分厚くした方がいいですよね。はい、これからちょっとですね、先が読めないというか、はい、やはりこの資源価格の高騰っていうのがですね、まあ、ヨーロッパとかアメリカの状況を見てもですね、結構こうこのシャレになんないような形で長期化しそうだなということで、これは本格的な対応が必要ですね。はい、あとトリガー条項というのがありますので、まあそれについては政府は否定的ですが、これはもうね、国民民主党の案をですね、パクってですね、まあ発動した方がいいですよね。つまり減税措置っていう形ですね。減税ですね。まああとデジタル田園都市国家構想、これはですね、ただ単に名称だけですよね。多分基金なんかを作ってですね、それでまあこういった地方活性化に後押しするんでしょうけれども、はい、先ほど言ったようにですね、 GoTo イートとか GoTo トラベルで、まあ、2兆円近くの予算がまだ残ってますから、それをですね、飲食店関係、特にまあ地方のですね、観光とかですね、そういったところにもですね、幅広くもう、みなし消費ということで配っちゃった方がいいですね。もう実績がありますんで、実績、まあ、その GoTo イートと GoTo トラベルが本格的に稼働していたのが去年の今頃ですから、そこの、まあ、売上実績って言いますか、はい、補助金の給付実績なんかをベースにして、まあ、新規参入された方にはですね、別途対応という形でですね、はい、もうみなし消費という形でもう補助金配っちゃった方がいいですね。はい、そうすると2兆円一気に配るとですね、かなりな効果が上がると思いますね。はい、その方がこのデジタル田園都市国家構想でお金配るよりもよっぽどですね、みんな納得すると思いますよ。本当に。はい、続いてはこちら、朝日新聞、3メガ銀行純利益2兆円超。3メガ銀行グループのこの2021年9月の中間決算が昨日出揃いました。融資先の倒産が想定よりも少なかったこと、個人の資産運用などが好調で、3社とも純利益大幅に増加、合計は前の年の同じ期に比べて 1.8 倍およそ1兆6000億円でした。いずれも2022年3月期の純利益の予想を上方修正し、合計で2兆2500億円を見込みました。まあ、個別行でも15日に発表した三菱 UFJ フィナンシャルグループのこちらが最高益を更新しています。まあ、ただ一時的な好決算とも言えまして、成長に向けた本格回復とは言い難い状況でもあると。三井住友はですね、この18年の4月から9月期以来で過去4番目、みずほはですね、13年4月から9月期以来で過去3番目の水準だったといいます。まあ、このメガバンクの増益ですけれども、田中さん、これはどうご覧になりますか。これやはりですね、例えば日本銀行を中心とした、はい、まあ、コロナ対応の金融支援というのがかなりですね、効いていると、はい、あと、まあ、マネーをですね、まあ大量に供給していますので、はい、まあ、そういったものが株価をまあ支えていたり、はい、すると。でコロナ対応 の, その 金融支援というものがですね、貢献して、はい、例えば企業 の, この倒産なんかが非常に少ないと、というか、まあ、統計取って以来少ないみたいなことが出てますんで、そういったことがですね、まあ、守りの姿勢としてはいいんですが、先ほどご説明があったように、はい、企業側と銀行側とすればですね、やはり日本経済と一緒に成長していくっていうのがノーマルな姿だと思いますね。はい、で今のところは、まあ、コロナ禍をなんとか乗り切るっていうところで、うん、株価が高値安定、まあ、かなり変動はしてますけど、はい、まあ、それでも高値安定の状況だと思うんですよ。はい、で、さらに、まあ、企業もあんまり倒産しなくて済んでると、これはすべて守りの
の結果なんですよね、はい、でこれを解消してさらにこう経済を、成長させていって、でそういった成長企業にどんどん企業もです銀行もですねお金を貸して、はい、でそこで、利益を得ると、こういった形にしたいんですが、そのビジョンが描けていない、今のところですね、つまりポストコロナのビジョンがないという感じですね、はい、で最大のこの増益要因ですね、利益が増えた要因は予診費用の少なさ、融資が焦げつく危険性があるとみて積み増していた貸し倒れ引当金、これを使わずに済みました。東京商工リサーチによると4月から9月の倒産件数57年ぶりの少なさと、政府による実質無利子無担保融資、通称ゼロゼロ融資と呼んでるんですが、まあ、こちらによる財政支援が効いて、それが銀行業績を下支えする皮肉な構図となりました。海外事業にも懸念が、ですね、こちら三菱 UFJ フィナンシャルグループ、リーマンショック後に成長していた海外融資が伸び悩んでいます。市場部門の収益に依存する構造が強まっていて、この三菱 UFJ フィナンシャルグループだけ 業務の純益がですね、前の年の同じ期に比べ減少したと、これは市場部門の収益がほぼ半減したためと言われています。みずほもアメリカの投資銀行部門が好調だったものの、同じ構図で業務純益は横ばいにとどまったということです。まあ、この3つのメガバンクありますけれども、この3メガバンクの今後なんですが、田中さんどうご覧になりますか。まあ、3メガバンクに関しては、はい、もうこれ完全にですね、日本経済の将来、見通し、まあ、期待成長率と、はい、そういったものと、まあ、連動しているというふうに思った方が分かりやすいですよね。まあ、先ほどね、田中さんおっしゃったみたいに、日本が成長していく、それとともに、そうですね、でまあ、成長していく、成長、産業に、はい、まあ、お金貸して、はい、でそこで、まあ、利益を得ていくというような形が、まあ、一番望ましいんですが、はい、まあ、残念なことに今のところですね、この中で守りの、はい、姿勢で、はい、やってますんで、まあ、その守りが、まあ、うまくいっているっていう、それだけに過ぎないということです ね、はい、そうですね、先のビジョンがないということです。まあ、数字だけ見ればというところですね。そうですね、でその先のビジョンが見えないということの根源的な中にはですね、はい、この政府の政策がですね、はっきりしないというところがありますね、だからもう本当にですね、岸田政権になってからなんかはっきりしない、うん、出てくるものがなんとなくですね、断片的なものは全部こうしょぼいっていうかですね、そういったものしょぼい話をやってるなということが出てくると、うん、岸田さんやるねみたいのがね、そうですね、なかなか出てきませんね。やっぱここで危機の岸田ではないと、はい、平時の岸田なのかということなんですかね、それじゃダメですよ、やっぱそうです ね、今は有事なわけだから、そうですね、もう本当ね、私が驚いて、はい、髪が吹っ飛ぶぐらいの勢いで、こうね、3日後に補正予算出るんですか、はい、これね、真水40兆、40兆、最低でも、はい、ぐらいの勢いでやってほしいですね、本当に、はい、続いてはこちら、日経新聞、アメリカ商務長官 TPP 超える経済連携を。来日したアメリカのレモンド商務長官、テレビ番組のインタビューで TPP 環太平洋経済連携協定に代わる経済連携を目指す意向を明らかにしました。レモンド商務長官は、アメリカは伝統的な自由貿易協定より強権な経済枠組みを追求すると語りまして、デジタル技術、サプライチェーンなど広範な分野で日本など友好国との協調体制を構築する意欲を示しています。バイデン大統領、東アジア首脳会議などでインド太平洋地域での新たな経済枠組み作りを表明しています。レモンド氏はその具体策として、この地域の強権な経済を持つ国々と合意を結びたい、こういうふうに明言しました。アメリカが現在の TPP に復帰するよりも、アメリカ主導の新たな枠組みを作る考え、まあ、これを強調したわけなんですが、これはどう見ればいいんですかね。そうですね、そうですね、ちょっとニュース原稿がですね、はい、見当たらなくて、小室圭さん、カツラの危機みたいなですね、そういったニュースは、はい、すいません、ありました、申し訳ございません、はい、そうですよね、まあ、
うん、そう、こういったものも、まあ、中国の TPP 参加というのもですね、牽制だと思うんですよね、はい、政治的なね、まあ、台湾と中国はね、TPP に入りたいというふうに言ってるわけ で、中国がそう言ってかき乱すんだったら、はい、アメリカも用意があるよと、やるんだってやってみろよ、はい、そういうことでしょうね、あまり具体的なビジョンはないのかなっていうと、だって日本からしてみれば、だったらアメリカさんね、最初入るって言ってたじゃないって、アメリカが TPP 戻るのはすごい簡単ですから、そうですよね、もうもともと12の国で、やるって言ってたのが、今アメリカが抜けてる状態ですから11ですね。そうですね。で、復帰は簡単ですからね、はい、で逆に新しく入るのは どっかの国が反対すればアウトですから、はい、でこのデジタル経済についてレモンド商務長官は、民主主義の価値観を共有しプライバシーを保護しながら発展させる必要がある、まあ、こういう原則を提示しています。岸田政権との間でもグリーンエネルギー、半導体生産、サプライチェーンなどのこの分野で協力を深めたい、こういうふうに語っています。バイデン政権が進めるアメリカ国内でのインフラ投資計画でも、今回の訪日で多くの企業関係者と会った、日本企業と提携できる方法を模索したい、まあ、日米の協力への期待を示したということなんですが、まあ、半導体生産含めてですね、あと鉄鋼の関税なんかもなんかね、再び協議したいみたいなことアメリカは言ってますよね。そうですね、まあ、そこら辺はね、まあ、いろいろね、個別交渉で、はい、まあ、トランプ政権以降のね、はい、あのアメリカ側の、まあ、どちらかというと民主党政権の方がそういったですね、はい、まあ、あの個別交渉を、はい、あの、まあ、求める姿勢が強いんですよね、まあ、これはまあそうい、どんどんまあ強めていくんじゃないかなと思いますね、まあ、話し合いでね、決して折れずにという、はい、ことですよね、はい、やっぱり日本は、まあ、これまで、これもあくまでイメージではありますけれども、なんかこう折れるというか譲るというかね、そうですね、特に岸田政権になってね、なんとなくね淡泊になっちゃってるなって感じですね、全体がね、でその中で異様にこうなんていうかな、キャラが立っちゃってるのが、はい、あの林芳正外務大臣、はあはあ、彼に関してだけはね、なんていうか、親中派の疑いプラス、はい、まあ、少なくとも僕がね、あの彼と話して一番感じたのは、はい、バリバリのあの禁止派ですから、お話されたことがありますもんね、話したっていうか討論したことありますから、そうなんですね、本当に、はい、時刻7時31分です。おはよう、テラちゃん。時刻7時33分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。30日投開票される立憲民主党の代表選、枝野前代表の辞任表明からおよそ2週間経っても出馬表明ゼロという異常事態となっています。4人が出馬検討しているものの本命不在、構図も固まらず舞台裏混沌、候補に浮上しているのは小川元総務政務官、大串役員室長、泉政調会長、西村元厚生労働副大臣、この4人です。で混沌の背景にはですね、衆参両院で140人の立憲民主党、20人の推薦人の確保のハードル、これが高いことがあると。党内には枝野氏、小川氏も所属する最大グループのサンクチュアリなど複数のグループが存在していますが、このサンクチュアリでも所属は25人ほどか、それより少ないといいます。混沌としている立憲民主党の代表選ですけれども、これはどうなっていくんですかね。ここはですね、やっぱね、枝野前代表がもう一回でしょ、もう一回、もう、もうそれでとどめさすみたいな、とどめって何のとどめさすもうですね、だって140人中20人の推薦、はい、絶対無理じゃん。そうですね、ここら辺ね、20人は厳しいでしょう、ね、まあ、はい、立憲民主党党の中では、私なんかは経済政策的にこう、まあ、支持しているのは、まあ、馬渕澄夫さんなんですけど、はい、名前出てないですよこれね。そうですね、ぜひですね、ムキムキの筋肉で、一発ですね、俺んとこついてこいみたいなことでですね、やっていただいて、やっぱね野党がしっかりしないと、はい、政治ね日本良くなってきませんよね。やはり、まあ、今維新の方がね、はい、立憲民主よりもこう世論調査で支持率上がっちゃってますからね、はい、立憲民主ね本当共産党とね、はい、ランデブーなんかやってたらですね本当沈没しちゃいますよ本当に、はい、まあいいですけどね。まあいいですか、見捨てちゃったし。今朝のコメンテーター経済学者で上武大学教授、田中秀富さんでした。田中さん、ありがとうございました。この後は武田鉄矢、今朝の三枚おろしです。